四天童子。何回も言わせるなよ。酒を飲むなら撒き散らすなって。掃除するのも面倒なんだぞ。暇なら他の妖怪に構ってあげろよ。腹は減ってないか？今日は楽しく過ごしてるか？一言声をかけるだけでも励ましになるからな。今日は鬼ひょうたんをきれいにしてやったか？かわいそうに。おいらが風呂に入れてやろう。茨城童子、森で黒煙を出すな。何度言えばいいんだ。黒煙を出すな。この前の大火事をもう忘れたのか？早めに気づいたからよかったものの、危うくオイラまで焼け死ぬとこだったんだぞ。おい、お二人さんよ。あんまりオイラに面倒をかけないでくれよ。陰陽師様、こんにちは。オイラが長年貯めてきたうまい酒を一口いかがです？はい。陰陽師様が妖怪退治に来ると聞いて、オイラたちも命がけで妖怪の巣まで潜り込んだんですよ。そこで一つ情報を盗み聞いたんですがね。もしかしたら陰陽師様の気に障る内容かもしれません。でも、オイラを信じてください。命を懸けて得た成果なんですから。なんと、陰陽師を装って京都を混乱させようとしている妖怪がいるんです。ですが、心配いりませんよ。その妖怪が誰に変装したか、この目で見ましたからね。なあ！まさに、あなた様の背後にいるお方です！本物の陰陽師様はおそらく、もうやられてしまったのかも。奴を捕まえて京都に連れて行けば、きっと大手柄でしょうね。おや、話はまだ終わっていないんですが。やれやれ、互いを信用していない陰陽師ってやつは実に騙しやすいもんだ。関係のない傍観者のふりさえすれば、なんだってこっちの言うことを信じちゃうんだから。これでオイラの退治なんかやってる暇もないだろ。シュウキ、お前自分がどうやって死んだかまだ覚えてるか？忘れた？そんなの信じられないな。オイラの唯一の人間の友達だったお前は、あの日気分がめいってるってんで、オイラのとこに酒を飲みに来たよな。何も言わずにそのまま酒亀に頭を突っ込んで飲み始めるなんて、オイラもびっくりしたよ。いつもオイラが酒亀に隠れて脅かすと、魂まで飛び出そうな勢いで驚いてたくせに、あの時は何にも反応しなかったもんな。本当に魂が飛び出して体が反応できなくなっちまうとは。まったく、どうしようもないことがあったんだったら、オイラに愚痴ればよかったのに。自分に毒を持って、オイラの酒まで利用する必要はあったのか？この大山で死んだのが幸いだったけどな。ここの妖気が、かろうじてお前を指揮としてこの世に残してくれたのさ。今度はお前が、酒の中から人を脅かす番だな。本当に騒がしい奴だ。